ダルマダゼロシリーズストレンジャーについて解説していきたいと思います。ストレンジャーは最近アルマダの本国サイトの方でもかなりライダーの姿取り上げられてて注目されている方多いと思います。この板の特徴としてはノーズが JJ と同じ 139mm の太いノーズ、そして 100mm のセンターにスクエアテールというかなりこのシェイプがアルの強めな仕上がりになってます。で、特徴的なのはフレックスパターンがノーズが少し固めで足元テールが非常に柔らかくなっています。まあこのようにすごいしなって簡単にたわむので R 以上の細かいターン弧が刻めるのが特徴的なのと、あとはまあロングボード、スケートボードですけどソフトウィル履かせた板のようにもう板の行く方向に合わせて気持ちよく脱力系の滑りでライディングを楽しんでいただけると思います。まあ、ゲレンデクルージングから特に春の地形遊び、そしてまあセッティング位置によってはパークでも楽しめる板となってます。まあ、使い方次第ではいろんな使い方、楽しい遊び方がありますので注目の一台となっています。